はい、こんにちは、幸先生です。今日は100均の A4 のスクラッチシートで、宿題を出していきたいと思います。課題は写真で出すので、写真から選んだものから絵を描いてみてください。あのハリネズミと蝶々と、あと何があったかな、鳥とかあの写真見て選んで描くんですけど、蝶々がやっぱおすすめですかね。描きやすかったかなって先生は思います。で、あのハリネズミさんもね、割と顔の輪郭だけ描いてちょんちょんちょんと引っかいていくのでね、あのやりやすいと思うので挑戦してみてください。あと文字とかもね、これは英語で反対に写ってるね、あのやってますけども、あのひらがなで自分の名前入れたりしてもいいかなと思うし、ちょっと難しかったらそれはなしでもいいですじゃあビデオスタート。はい、今回100均でたまたま見つけたスクラッチアートペンっていうのもあの皆さんにお渡しします。赤いのはあんまり描けなくて、あの金属で作ってあるスクラッチペンですごく描きやすかったので1本ずつお渡ししますので、ね、使ってみてください。で、最初ハリネズミから描いてます。ちょっとちっちゃくてすいませんけども、あの横向きのハリネズミさんの輪郭を描いて、で、手足を描いて、それからあの大まかに輪郭になるところもちょんちょんちょんと毛の流れで表しながら描いてます。ハケがついていたりするので、それで黒い汚れをね、吐き取ったりもできます。で、あの気楽にね、本当にそのまんまハリネズミさんの毛を、スクラッチで引っかいていく、引っかくっていう意味ですけどね、スクラッチがそもそも引っかいていくと、だんだんにリアルなハリネズミさんが簡単に描けます。本当はハリネズミさんのあの顔あたりも白いんですけど、それを描いちゃうとなんかあのハリネズミの針のところも白っていうか削って、で、体も削っちゃうとちょっとあのごちゃごちゃしちゃうので、こんな風にね、あの輪郭だけでやめとくと可愛いかなと思います試しにあの顔こっち正面の写真もあったので、それも挑戦してるんだけど、正面はちょっと技術がいるかなって、あの先生が選んだんじゃなくて、うちの長男がいいんじゃないって言うから、あのあしょうがないな、じゃあやってみるかっていう、こう失敗バージョンみたいにして書いてるんですけど顔がね、前向いてて、じゃあどこまでがほっぺたで、どこからが頭でとかっていうのが結構描きにくいですね。で、この辺ぐらいまでは、まあ、まだいいかなと思うんですけど、あのさっきの先にね、顔も後ろで描き込んだら失敗したので、それはもう載せないことにしましたで、今これやってるのは蝶々のアサギマダラっていう種類の蝶々で選びました。なんでアサギマダラってかっていうと、あの鬼滅の刃の虫柱の忍さんが現れると、いつもこのアサギマダラが周りに飛んでるんですね。とっても綺麗な日本の蝶々なので、まあ、アゲハもいいけど、アサギマダラも今話題でいいかなと思って、選んだというか、まあ、これは次男くんが、忍さんの蝶々って言ったから選んだんですけど、はい。この蝶々は、こうやって、ぐりぐり、塗れる模様が大きな、柄が大きいので、一個一個の描くリアルに描いてもあんまりごちゃごちゃしない、し、まあアレンジ効かせて部分的にあの三角にしたり星にしたりとかしても可愛いかなと思うので、あの選びました。蝶々描くの
あのこんな風に美しく描くのはあの水彩とかでは難しいんだけど、元からこうやって綺麗な色がついている紙を引っ掻くだけで描けるっていうのは魅力的だなと思うし、あの画材に合ってる、蝶々はすごく合ってるかなって思いました。ので、ちょっとまだ年長さんから1年生には難しい課題なんですけど、やってみたらどうかなと思います。さあ、上描いて下の羽も描いて、今口を描いて、それから触覚も描きましたね。よく観察して描いてみてください。これハケでね、パッパってやるときに下にティッシュとか敷いてあげるとゴミが汚れないですね。さあ、最後に書いているのは文字ですね。一応スクラッチって入れてます。英語で書いてあるのでわからないかもしれないんですけども、文字の太らせ方については一個前の動画で説明し、2つくらい前の動画かな、説明しているので、またそっちも見てゆっくり学んでもらってもいいかなと思うんですけども、これはまあスクラッチの感じを生かしてわざと全部彫らずにくるくるくるっと潰していってますね。くるくるくるっと書いてる、ボールペンでぐるぐるぐるっと書くような感じでね、わざとちょっと残して彫っています。で、完成です。よかったと思ったらグッドボタン、高評価お願いします。これからも5歳から小学生にぴったりの工作、絵画の、動画を撮っていきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。